先ほども言いましたが、僕は医師です。ただ僕が得意とする医術は薬膳と組み合わせなければ効果を発揮しません。薬効のあるものを調理して患者に食べさせるのが食事療法の極意。どのような薬剤も食材も煮込んでしまえばたちまち美味しくなるのですよ。ビーミー、それは一つの味をただ別の味でごまかしているだけじゃないのか。その表現も間違いではありませんが、一つ聞いてもいいでしょうか。今ここにどうしても甘唐辛子を食べたがらない子供がいたとしたら、あなたはどうやって食べさせますか。ガキの口いっぱいに甘唐辛子を詰めて鍋に放り込んで煮る。お兄さんは本当に面白いですね。そういえば聞いたことがあります。オリジンは自己改造の過程で未来の多くを失い、複雑な味を感じられなくなって血肉の塩味にしか食欲をそそられなくなったと。ここに甘唐辛子があったら、それで貴様の口を塞いで鍋に放り込んでいたぞ。ただの冗談じゃありませんか。そう怒らないでください。肝心の答えですが、甘唐辛子を細かく刻み、ひき肉と混ぜて肉団子にしてしまえばいいのです。肉の味で甘唐辛子の味がごまかされるので、好き嫌いの激しい子供でも食べてくれるようになるのですよ。はあ、この火鍋で貴様の舌を煮てしまえたらいいんだが、貴様が何を考えているかは分かっている。時間を稼いで助けが来るのを待つつもりなのだろう。渓流がラフに帰ってきたと言ったな。それは確かなようだが、私は他の情報も手に入れた。奴が重罪を犯して別の選手に応送されたというものだ。ふん、くだらない小細工で風霊様の復讐心を刺激すれば我らの計画を妨害できると思ったか。覚えておけ、オリジンは泉州を知らない蛮族ではない。貴様が持っている玉鳥も空を飛ぶ飛行鳥も我らを追跡するための手段は全て把握している。抱いた希望が大きければ大きいほど死が訪れた時の苦痛は強烈になる。私が貴様の喉を引きちぎる時、さっきのように落ち着いた顔でいられるかどうか見ものだな。その落ち着きは薬の効果で得たものに過ぎない。だがそれも時期に切れる。そうだろう、風霊様。哀れな子族だ。数千年もの間貴様らに文明を与え、生かしてやっていたのは我らだというのに、先週人が約束した自由のために貴様らは裏切ることを選んだ。だが問題はない。主人の匂いさえ嗅げば貴様らはいつもおとなしく戻ってくる。どれだけ遠くへ逃げようとな。逃げる。今逃げているのは僕ではありません。ホリジンが闊歩する時代は終わりました。家に帰る希望を与える前に彼らはこの悲しい事実をあなたに伝えましたか、風霊様。今のホリジンは妖精の天劇将軍、一人の子族によってバラバラにされてしまい、銀河の片隅に隠れて震えている。だから餓死寸前の獣のように手を伸ばして藁を掴もうとした。つまりあなたをね。妖精の将軍が子族だと。面白い。モード、今の話は本当か。嘘ではありませんが、
あれは両軍から逃げ出した先祖、ただの玉よけ泥棒です。奴は我々の力を盗んだ挙句、堀人の知恵を頼りに戦であらゆる卑劣な手段を。そいつは貴様らに勝ったのだろう、モード。不公平という言葉は死者と敗者の言い訳だ。両軍がチリジリになったのなら、俺が生きていることを教えたのは誰だ。誰が貴様らをよこした。我々が絶望の淵にいた時、長生の主の預言者マングスが道を示してくれたのです。彼女の導きによって私たちは少しずつ希望を見出せるようになりました。預言者マングス、そいつは何がしたいんだ。彼女は言いました。風霊様が帰還しなければ、長い間バラバラになっている堀人を再びまとめることも、かつての輝きを取り戻すこともできないと。その時初めてあなた様が生きておられることを知ったのです。これは長生の主のご加護なのです。さらには妖精の将軍が演武天霊に際して風霊様を応召すること、それが救出の絶好の機会であることも教えてくれました。すべては彼女の言う通りだった。私たちは成し遂げたのです。風霊は連れ出せたかもしれませんが、逃げ切るのは不可能だと思いますよ。船ならすでに用意してある。マングスの予言は必ず実現するんだ。優秀国の話が広まれば、運気軍が全ての港を封鎖するでしょう。監獄から抜け出せたと思っているようですが、あなたたちは今もラフという巨大な檻に閉じ込められたままだ。風霊様、殺しましょう。この口の減らない家畜を今すぐ殺しましょう。あなた様に誓います、もうすぐ迎えの星座がやってくると。あの馬鹿げた天霊にラフが注目している今こそ脱出する絶好の機会。あなた様が領地に戻れば、先週への復讐が叶う日も近づくに違いありません。機会？勢いをなくした惰弱な両軍に戻り、ふざけた預言者に操られ、手のひらの上で踊るだけの旗印になれというのか。その預言者の計画は穴だらけだ。そいつが貴様らに用意した道は逃亡と死亡しかない。いいか、狼は決して獲物にはならない。これからは俺の命令に従え。昇級、運気軍が港を封鎖すると言ったな。ならば運気軍が貴様の予想通りに動いているかどうか、自ら港に行って確認してみろ。そしてその目で見たものを俺に伝えるのだ。何ですって。風霊様、それは。モード、狼の群れの首領が古老の命令を聞くと思うか。まさかそのようなことは。私は命令したわけではありません。むしろあなた様には絶対の忠誠を誓っております。これは千載一遇の機会だろう、昇級。貴様は逃げたくないのか。貴様は戻ってくる。なぜなら子族はいつもおとなしく主人のもとへ帰ってくるからだ。どれだけ遠くへ逃げようとな。本当に僕を自由にさせるとは。奴は一体何を考えているのやら。こっそり外に警告を出してみましょうか。いや、もしかしたら自力で逃げ出せるかもしれない。
雲気軍も優秀国の異変には気づいているはず。秘書は自ら風霊を捕らえに来るでしょうか。とにかく今はあいつの言う通りにするとしましょう。セイサに乗られますか。そうですね、このセイサは小さいのでそんなにたくさんは乗せられないのですが、15分ほどお時間をいただければ大きめのセイサを呼ぶこともできますよ。ちなみにどちらに行かれるのですか。どこへ行くにしても急ぐに越したことはありません。もうすぐ始まる演武典礼に合わせて強報艦に向かう精査を優先的に通行させるよう天白氏が空域を規制してますので。運気軍がなんで港を封鎖するんですか。申し訳ありません。執行人たちは演武典礼の支援に行っているため、地甲士官は現在閉鎖されております。そうですか。今は人手が足りていませんが、何かお手伝いできることがありましたら遠慮なくお申し付けください。こんにちは。ずっとこちらを見ていたようですが、何かご用ですか。そうですか。何かありましたらいつでも声をかけてくださいね。話しかけるな。今休憩中なんだ。他を当たってくれ。めんどくさいな。俺たちの仲間じゃないみたいだが、お前からよく知ってる匂いがする。選手に様子を見てくるよう言われましてね。なあ、してないな。強報艦に向かう精査のために天白氏が航路を開けてはいるが、これじゃ逃げる時に俺たちの船が目立っちまう。港が封鎖されていない。これは一体。時間稼ぎをしても意味はない。一旦風霊のところに戻るとしましょう。奴が何を企んでいるのか見極めなければ。戻ったか、昇級。ずっと見張られていることには気づいていました。
僕が誰かに助けを求めたらその相手を殺害する、そういう算段だったのですね、フーレ。よくわかっているじゃないか。それで運気軍は港を封鎖していたか？していません。ふん、奴らは俺の脱獄を公にはしたくないようだ。驚くことでもない。元より恐怖とは爪や牙よりも致命的なものだからな。特に演武天礼のような祭りの時は。今ここにいるのは逃げ惑う囚人ではなく羊の群れに入った狼だ。俺の狼たちは飢えている。貴様の恐怖を魚に血を飲み肉を食らいたいと叫んでいるのだ。昇級、平静を装っても無駄だ。俺の手にかかればその肉を切り裂き骨をあらわにすることなどたやすい。この風霊の前では逃げ場はないと思え。小細工で現状を打破できると考えるのは貴様の勝手だ。だがここが街中であることを忘れるな。人質は貴様だけではない。妙な行動をするたびに関係のない者が死ぬことになるぞ。さて、貴様が仕えている古族の将軍について話そう。そいつは俺のためにラフに来たとモードゥーが言っていた。おそらくそいつは自ら俺を捕らえに来る。狩りを始める前に相手のことを知っておきたい。もちろん断って気概を見せるのもいいが、互いの時間を節約するために協力的になるのもいい。そうは思わないか、石。はあ、悲鳴で他人の注意を引くほど愚かではなかったか。よかったな。これなら無駄死にするものも出ない。次に断ったらその人を救わんとする両手を砕く。そして膝、背骨、よく回る舌を除いて貴様が口を割るまでその身を一寸ずつに切り刻んでやろう。彼女について知っていることは全て教えましょう。ですが僕が一つ答えたらそちらも一つ質問に答えてください。貴様、俺と取引をする資格があると思っているのか？僕が口を割るまで拷問しても構いません。ただお互いの時間を節約するのもいいと思いませんか、選手。実はある問題がずっと気になっていたんです。なぜあなたは700年もの間罰を受け続けているのにこうして平然と生きていられるのか。そもそもホリジンの寿命はそんなに長くはない。これほど強い回復力などあるはずがありません。それが妖精が俺を連れ去ろうとした理由か。俺を人質に従う奴もいれば秘密を知りたがっている奴もいるとはな。今でも覚えている、収容されたばかりの頃古族が何度もやってきたことを。奴らは俺から血や髄を抜き取り月狂いの原因を解き明かそうとしていた。ホリジンへの恐怖を取り払い血の根底から身分をひっくり返そうと考えたのだろう。
だが哀れなことにその秘密を突き止めることはできなかった。ゆえに奴らは俺に思いつく限りの刑罰を与えたのだ。ある者は旧敵を滅ぼすために力を求め、またある者は旧敵になるために力を求める。小級、貴様はどちらだ？おお、わかったぞ、妖精の意志。貴様は最も哀れなものだ。その力を他人に分け与え、その力で善行を成したいのだろう。ならば答えをくれてやろう。貴様が求める答えをな。古い伝説によると、ホリジンの始祖ドゥーランは限りある命と力に不満を抱いていたという。故に彼は天空を滑り、群生の主になることを切望した。己の願いを叶えるため、彼は無数のホリジンと古族を生贄に、その生命力を調整の主より授かった泉に注ぎ込んだ。その上で遺伝子不術を触媒として、水の中に一つの奇跡、帯同する月を生み出したのだ。ドゥーランは月の産床に登り、求めていたものを手に入れた。それは赤い満月のような心臓だ。そして己の胸を切り裂き、その赤い月と心臓を入れ替えた。野蛮で狂っていると笑っても構わない。だが俺だけは知っている、この話が真実であると。その心の月は代々堀の選手の体の中で拍動している。なぜなら堀人の選手を決める儀式とは、継承者が先代選手の胸を切り裂き、その神の肉を食らうことだからだ。その月はいついかなる時も強者のものなのだ。食らうことこそ命の継承と成長の真理。それには我らが食らった獲物の命が凝縮されている。それが我々をさらに強くするのだ。700年も閉じ込められ、もう希望はないと思っていたが、今この心臓は再び拍動を始めた。さあ次は貴様の番だ。天劇将軍について教えろ。見つけた、昇級。